チャド・ドーソンはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。サウスカロライナ州ハーツビル出身。元 WBC 世界ライトヘビー級王者。元 IBF 世界ライトヘビー級王者。バットの異名を持つ。2001年8月18日、19歳でプロデビュー。全勝のまま2003年10月31日には空位だった WBC 世界ミドル級。 ユース王座を獲得。2005年11月18日、ナボ北米スーパーミドル級タイトルを獲得。2006年6月2日、ナブフ、北米ライトヘビー級タイトルを獲得。2007年2月3日、トマシュアダメクの持つ、WBC 世界ライトヘビー級王座に挑戦し、12回判定勝ちで、無敗のまま世界王座を獲得した。 2007年9月29日、エピファニオ・メンドサと対戦し、4回小勝ちで2度目の防衛に成功した。2008年4月12日、グレンコフ・ジョンソンと対戦し、3から0の判定勝ちで3度目の防衛に成功した。2008年7月、WBC 世界、ライトヘビー級暫定オーダードリアン・ディアコヌとの王座統一戦を拒否し、王座を剥奪された。 2008年10月11日、アントニオ・ターバーの持つ IBF 世界ライトヘビー級王座とイボ世界ライトヘビー級王座に挑戦し、3から0の判定勝ちで王座の獲得に成功した。2009年5月9日、アントニオ・ターバーと再戦し、3から0の判定勝ちで IBF 王座とイボ王座の初防衛に成功した。二千九年十一月七日、 WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定戦並びにイボ世界ライトヘビー級タイトルマッチでグレンコフ・ジョンソンと再戦し3から0の判定勝ちで WBC 世界ライトヘビー級暫定王座を獲得イボ王座の2度目の防衛に成功した2010年8月14日 WBC 世界ライトヘビー級正規王者ジャンパスカルと WBC 世界 ライトヘビー級王座統一戦並びに、イボ世界ライトヘビー級タイトルマッチで対戦。11回に、バッティングにより、ドーソンが右まぶたをカットし、負傷判定負けで、WBC 世界ライトヘビー級王座統一に、失敗、同時に、イボ世界ライトヘビー級王座からも陥落、プロキャリア初黒帽子を起死した。年月日、バーナード・ホープキンスの持つ、 WBC 世界ライトヘビー級王座に挑戦。2ラウンド途中に、ドーソンが、ホップキンスの膝を抱えるような形で押し倒し、この際左肩を強打したホップキンスが試合続行、不可能となった。主審は、ドーソンの TKO 勝ちとしたが試合後のビデオ検証の、結果引き分けに訂正、ホップキンスに王座が返還された。2012年4月28日、 アトランティックシティのボードウォークホールにてバーナード・ホップキンスと再戦し2から0の判定勝ちでドーソンが WBC 世界ライトヘビー級王座に帰り咲いたのと同時にリングマガジンから認定王座が送られた二千十二年九月八日アトランティックシティのボードウォークホールでアンドレウ,ウォードの持つ WBA 世界スーパーミドル級スーパーオーザと WBC 世界 スーパーミドル級王座に挑戦したが10回2分45秒、TKO 負けで2階級制覇に失敗した。2013年6月8日、カナダのモントリオールのベルセンターで、WBC 世界ライトヘビー級3位のアドニス、ステベンソンと対戦。開幕に放った左ストレートが直撃しノックダウン、起き上がるも足元がふらつき、リフェリーがストップ。 よもやの1回1分16秒 TKO 負けを喫し、初防衛に失敗し王座から陥落したのと同時に、リングマガジン王座を手放した。2014年10月4日、コネチカット州にて、ランセス・バルテイレミー VS、フェルナンド・サウセドの前座で、トミー・カー・ペンシーと対戦。10回1から2の、判定負けを喫した。2015年12月8日、1年2ヶ月ぶりの、 試合で10回判定勝利を収めた。2017年3月4日、ニューヨークにて、キース・サーマン VS、ダニー・ガルシアの前座で、アンドルー・ホン・ファラと対戦、10回 TKO 負けを喫した。ありがとうございます。